よし、追いかけます。いくぞ。なんということでしょう。はい、どんな走り方してんだ。すげえ内股じゃねえか。おう、そっか、引きずりながら歩いてんの、走ってんの。いや、それはダメなんだ。おお、うん、ん？あれなんだ？橋の角のところに手じゃないよ。なんだあれ。まあいいや。うん。うん、なんかおかしいぞ。うわー、なんて。まあな。仲良く半分こ。
まあ確かに。まあな、よしとしよう。なんあれ真ん中のなんか手に見えたんだけど、後ろの木かな。あっこだけ隙間が空いてんのかな。そうだな。そうだな。なんぞ。彼女？まあな。母親か。
なるほど。クレームブリュレ、なんだクレームブリュレって。え、なんかうまそう。ほうほう、一体何者だ。ええやないですか。うん。取ってつけたよ。良きかな、良きかな。謎は深まるばかりだな、うん、どういう、なんかお坊ちゃまなのかな、なんか黄泉の話を聞く限りだと、うん、なんかそんな感じがするんだよな。アイゼンセナ編をやるとその辺がわかるのかな。うん、うん、まあ確かに。あんたも引っ叩いたでしょ。うん。ほう、しんちゃん。すべて自分がやった。なんと。
完全に一致している。ノコギリ。間違いない。なるほど。なんてこった。あ。トゥン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 。うん、様子はどうだったろうか。にどうこう一緒にいた。まあこれかな。うん、え、なんかデッドになっ、あーそっか、まあ死んだよな。うん、共犯しない。かばってるって感じじゃないんだよな。共犯だった？うん。うん。双子。親友、まあこれ以外ないな。うん。電話包丁、うん、ノコギリだったらしい、うん、親友、恋人、彼女である、まあ、恋人って書いてあるからな、うん、あーとととと、お母さん、うん、ノロゼ気味だったらしい。これじゃないかな。OK？ とりあえずこんな感じで行ってみようと思います。うん。いましたね。うん。ありえないと。うん。うん、シャンカク言う、あ、ありがとうございます。シャンカクです。うん、うん、かばっているだったのか。じゃあ、あー、かばってるのか。うん、持ち去られた遺体。うん、
10年前。ああ、さすが、調べてんだな。次の標的になりかねない。仲良く半分こ。緊張。思ってたのか？出た。いや、でも見た、被害者の女の子、恋人だった女の子に話を聞けば、他人の空に。殺されている。体を切断されている。右の上半身。なんか変な走り方してたっつうのも引っかかるんだよな。心臓。ここにいるって言ってた。ここにいるって言ってた。そういえば。生き返らせない。そこまで言ってるんだ。
確かめ、無駄な。かっけえ、マサさん。二つある。わかりましたんで、構造は置いていけ。ああ、まあそうだな、それだな。まあな。仕方ない。いるのか。いた。目が。急に来た。できないことをできる。知らないことを知ってる。ただの抜け殻。抜け殻になっちゃった。お姉ちゃんのため。復活させるってこと？やっぱそうか。
ここは一緒なんだな。悪魔。足りない部分とダメになっちゃった部分を捨てて新しくした。部分抜け殻。だからそうだよな、だから縦半分と横半分か、ほんで上半身の半分だけ、そういうことか。出ちゃった。パズルみたいに。動き出したってことか。ごほう。
捜査一課長。迷宮入りか。そういえば顔は右半分しか見えてなかった。科学なんですかこれ 化学なんですか。あざっす。なんかいただきました。マジこれ これまでまあやってないけど、やっぱ一番インパクトあるのこの話かもしんないな こういうふうになっちゃうんだ。なるほどな。61。はい。小問。手のひら全体にある皮膚の好気腺、隆起腺、デコボトの 文様、ほん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 。手相、ほんほんほん。指紋以外にも、文様がある、ほん。足底、鼻の、鼻紋、通常は目に見えない声紋、なるほど。いろいろあるんですね。一生変化しないため、刃物や薬剤によって手のひらを傷つければ、最終的にそうか、戻っちゃうんだよね。よっぽどなんかひどい火傷とかじゃない限り。継続でもあったな。指紋切り落として、でもなんか再生するっていう。網膜等を利用することが、はあ、なるほど。双子の入れ替わり。まあなんかバイトとかでね、アルバイトとかでなんか たまに双子で変わってるっていう。で、シフト変わってもらうみたいな。なんだっけな、なんかの テレビで見たのが、24時間の店で、一生同じ子が ずっと同じ子がフルで働いてるっていうのがあって、それがその双子だったっていうのを聞いたことが。24時間動いてるんですよ、つって ちょっと面白かった。単独犯でない。性格は異なるため。まあ確かに。容易ではない。安直で使い古されたって。まあ小説、そう、推理小説とかか。ほとんど禁じ手である。そうなんだ。おっと。ノックスの10回。ヴァンダインの20足。の一人二役はその存在をあらかじめ読者に提示しなければなら まあそうだよね。実は双子でしたって急に出てこられてもな。使うべきでない手法の一つだ。はあ、なるほど。単純な手を使うはず なるほど、なるほど。なんだあれ、小水手しな、読めねえあれ。上等手段。
絶対に使われないよ。ああ、なるほどな。一周回って有用なトリックなのか。まあ、確かに。まあ、意識の外ってことか。というわけで、この辺で切りたいと思います。半分こ、科学ルート終わりたいと思います。こっちはこっちですげえな。うん。お疲れ様でした。